中村山城、または中村城は、富山県氷見市中村に存在する日本の城である。富山城各カードナンバー37。上小川の平野部に突き出した、飛行差50メートルの山城に作られた山城で、南北350メートル東西400メートルの規模を持つ。城についての情報は、中世の資料に見えず、近世の地史、三カ国古城や、 三州地理雑誌に、越後の長尾様之助の居城とする、わずかな記録が残る程度であったが、近年の研究により、越後上杉氏の追記技術に関連があるとされる正常、空堀軍が認められることや、長尾多福馬之助という人物が、上杉氏家臣、川田長近のより木の一人として、名があることから、上杉謙信が越中を支配下に置いた1576年から、 謙信が死去し上杉税が小田税に排除される1579年頃に使用された上杉の定石である可能性が高くなっている。2009年には一部で発掘調査が行われ、車から掘った手柱建物跡や貯蔵、貯水用とみられる土工などが見つかった。また、出土した消臭用系染付碗が16世紀第4。 四半期に位置づけられることから、城の使用年代など、近年の研究成果の傍傷となる調査結果が得られている。ありがとうございます。